はい、12月28日月曜日、マイコスノーリゾートです。今ドルフィンコース上部から撮影しています。時刻は3時ですね。初めてトリプルリフト乗って、こう滑ってきましたけれども、はい、雪がですね、いくらこうどか雪が降ったと言ってもまだですね、完全にこう埋まってるというか、その地面が、まあ、見えなくなってるかといえばそうでもなくて、ところどころですね、まあ、そこにもポール刺してありますし、やはり危ない箇所っていうのはまだありますのでね。そして雪がかなり重いです。湿雪ですね。はい、で今日もですね、夕方どれくらいですかね、まあ、3時になる前ですかね、ポツポツと降り始めてきまして、まあ、そういったこともあって余計に、まあ、また明日はこの湿雪が続くのかなというふうに思います。こうパッと見ですね、気持ちよさそうに滑れる感じに見えるんですけれども、ものすごく重いですね。でスキー屋の方のお話では、まあ、コース脇に入ってしまって、まあ、脱出しようと思ってですね、まあ、ちょっと無理な体勢を取ってしまって、少し足を痛めるというか、まあ、怪我ではないんですけども、まあ、少しこう膝とかに負荷がかかったような話も聞きましたし、かなり危険ですね。本当にあのネズミ捕りみたいな感じで、まあ、スノーボーダーの方もですね、コース脇に入ったらすぐビタって感じで、本当に一瞬にしてこうスピードが止まってしまって、そこにまあ埋もれるというかですね、まあ雪に埋まってしまうような、まあ、そういった場面結構 見受けられましたので、まあ、コース脇本当にちょっと今の時期危ないかなというふうには思います。はい、で、まあ、こんな感じで、まあ、予報通りの、まあ、曇り空、まあ、少し青空見えてますけれども、こんな感じで曇り空ですね。で午前中はかなり暖かかったですけれども、もう午後お昼過ぎてからですね、雲が多くなってきまして、肌寒くなりましたね。まあ、汗をかいた後にそのままにしておくと、まあ、風邪ですとかね、引いてしまいますので、体調管理、こういったとここういった時に必要かと思いますけれども、はい、あと滑走性は非常にいいですね。少しこう水分多めに含んでますので、滑走性は非常にいいです。そして、まあ、板もずらしやすいってことからですね、まあ、特にスノーボードの方、ターンの導入の練習するにはすごいいい雪質かと思います。逆にターンしないでですね、まあ、緩斜面、緩い斜面で横滑りをしているということになりますと、足を取られる、まあ、雪がこうシャバシャバし始めてますので、まあ、足を取られるっていうことにもこうつながってるんですけれども、はい、まあ、いずれにせよあの雪たっぷりありますのでね、衝突ですとか、事故怪我、気をつけて、滑りたいなと思いますけども、はい、といったことで、今日の続々と降りてきますね。今日の舞妓の様子でした。以上。